秋花台本、源氏物語経図とは、古形図に分類される、源氏物語経図の一つ。現在秋花台文庫の所蔵となっているため、この秋花台本の名称で呼ばれる。現状は、古本一条の形態であるが、元は、巻本であったと見られる痕跡を残している。下台、内台、奥書きなどは存在しない。本経図の所写された時期は、 近世初期と見られるものの、その内容は、サネタカ本以前の古経図に分類されるもので、さらには、多くの源氏物語古経図の中でも、最も原初的な形態を残すとされる九条下本系統の、源氏物語古経図の代表的な漢本とされている。源氏物語古経図の中で素本と言える九条下本は、平安時代末期内し鎌倉時代初期に書かれたものと見られ、 当時の源氏物語のありさまを知るための貴重な資料であるものの、この九条下本は、系譜の中間部分しか残存していない例本である。ため成立時の源氏物語固形図の姿を伺うには、不十分であり、九条下本系統と呼ばれる九条下本に、近く、かつ、欠落部分のない固形図によって補う必要がある。時は一子は、系譜部分が完全に残っている。 固形図の中で、系譜部分に収められた人数が133人と一番少なく、かつ球状家本に見られる特徴的な人物故障を共有するなど球状家本の原存部分と最もよく一致する、秋科大本固形図を球状家本系統の初形図の中で球状家本に最も近いフル形図であるとした。その後、マキボンの形態である、 血縁関係を線でつなげているといった本固形図より、さらに九条花本により、近い古形図、手塚山丹大本が見出されたものの、この秋花大本固形図は、現在でも、手塚山丹大本と並んで九条花本の、欠落部分を補うことのできる九条花本系統の、代表的な固形図であるとされている重要な、存在であり、また近世に入ってから書写された。 この秋花大本や手塚山短大本といった絶対的な書写年代が新しい複数の固形図が書写時期のより古い他の多くの固形図と比べても個体をよく保っていることは絶対的な書写年代が新しくともより古い時代の姿を探る手がかりとしての可能性を示すものとして注目されている。本形図は血縁関係を一般の形図のように線で繋げて 表すのではなく、それぞれの人物の方に、手書きで、1、2、3といった数字を書くことで表しているという特徴を持つ。このような表現方法をとっている、源氏物語系図はこれまで知られているものの中では、この秋課台本のみである。血統の明らかでない人物を列挙した、不入系譜を持つが、そこに収められた人数は、不入系譜を持つ。 固形図書本の中で最も少なく、また女が2箇所に分かれて掲載されているなど、未整理で、原初的な形態をとどめていると考えられる。本固形図の系譜部分は記載されている人物の数や、特徴的な人物故障などの点で球状化本系統の固形図に属するものであると考えられる。警符部分に収録されている人物の数は133人で、ある。 この系譜部分に収録されている人物の数を様々な古系図について調べ、人数順に並べてみると以下のようになる。この人数を時は和子が唱えた系図に収録されている、系譜部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則に当てはめると、この本系図は球状化本系統の漢本である。 手塚山短期大学造本固形図と同数の133人であり、球場過本及び、手塚山短期大学造本固形図と並ぶ最も、原初的な形態の固形図に当たるということになる。ありがとうございます。